昭和荘っていうね安宿を見つけました。そして寒くて寒くてしょうがなかったので、この日はですね、お前さん草飯食っとるか、食っとるよ、なんかファミレスみたいなのを見つけたんですよね。ちゃんぽんみたいなあったかい鍋焼きうどんみたいなものを食べましたね。はい、よちつまでーす。奄美大島のね、南の方のね、かけろまというところにやってきましたよ。一泊1500円のね、宿に泊まっとります。お客様は今日は僕一人でございます。独り占めでございます。今日はですね、奄美大島のですね、奄美市の中心地からですね、ずっと自転車に乗ってここまで来ましたね。だいたい8時半ぐらいに出て、そうですね、5時か6時ぐらいに着いたんじゃないでしょうかね。ヘトヘトですね。今日は雨も降りましたね。今日はたっぷり寝て、明日のことは明日考えたいと思います。そういうことですよ。よろしくお願いいたします。健康でございます。はい、よちつまです。皆さん元気でしょうか。僕は今奄美大島にいます。2012年の4月15日でございます。ですね、奄美大島の南の方にあるコニアというところですね。対岸にはですね、かけろまという島があります。コニタというところにあるね、一泊1500円で泊まれる宿でございます。今日はお客さんは僕一人でございます。テレビを見ております。今日はですね、奄美大島の奄美市のね、中心地からですね、ずーっと自転車に乗ってね、南の端までやってきました。確か8時半ぐらいに出て6時ぐらいに着いたのかな。もうヘトヘトでございます。午後はね、雨が降ってですね、レインコートを着てちょっと寒い思いをしましたね。まあ風邪ひかないように今日はたっぷり寝たいと思います。至って健康でございます。そういうことですよ。よろしくお願いいたします。次の日の朝でございます。泊まってる宿ですね。僕の自転車が置いてあります。コーニアっていうのはですね、奄美大島の裏玄関みたいなところですね。大きな船もちゃんと来るんですね。そんな船のね、ターミナルからですね、船に乗ってですね、この日はかけろまという島を目指します。いいですね。もう夏ですよね。日差しがね、4月16日なんですけどね、青い山、青い海、かけろま島っていうところにね、渡っていくんですね。かけろまのね、裏手にもね、友人島がちっちゃいやつがあったりしてね、そっちも魅力的なんですけどもね。まあでもね、宿代が高そうだったんで行くのやめたんですけどね。本当にここら辺はね、島がたくさんあってね、魅力的なんですよね。名もなき島がたくさんあるんですよね。まあ名前はあってもあまり知られてないようなね。まあお金とか時間がなくても多少行きやすいようなね、かけろま島をね、目指していこうかなという感じですね。ここはね、なんか海峡みたいになってるんですよね。かけろま島も結構それなりに大きい島でね、その間が海峡になってましてですね、遠くの方にね、なんか、軍艦っていうんですか、軍艦っていうのか、自衛隊の船がね、停留してあったりするんですね。
ケロマ島にやってきました。車は結構あるんだね。なんか田舎の島かなと思ったんですけど、結構人が住んでますね、こっちもね。やっぱり海がね、気になるんですよね。魚がいそうだったら魚釣りしようかなみたいな。でも自転車にも乗りたいなみたいな、そんな感じですね。自転車に乗ってね、南海岸の方をずっと進んでいこうかなと思っておりますね。またね、坂道をこうやって登っていくんですね。まあ情熱がありますからね、しんどくても、坂道を登っていっちゃうんですけどね。でも疲れますね。はい、よちつまです。はい、よちつまです。今日は2020年の4月16日でございます。僕はこちらかけろまにいます。今日は一日この島にいたいと思いますよ。綺麗な海ですね。まあ伝えることはない、この景色が僕のメッセージでございます。こんな感じですね。この景色が今回のメッセージです。よろしくお願いいたします。そんなこんなでね、こっちにはね、トラさんのね、石碑がありましたね。なんかリリーのね、家があった場所みたいなんですよね。はい、よちつまです。こんなところにトラさんがいましたよ。こんなところにね、トラさんがいるんですね。かけろまでございます。まあかけろまのトラさんシーズっていうと一番最後の方のねやつだったと思うんですよね。結構メモリアルな場所だなと思いましたね。そしてまた自転車に乗って海岸線をねずっと進んでいきます。小さな小川っていうか河口付近なんですけどもね、ちょっとカメラでは見にくいかもしれないけど、小さい魚が泳いでおりましたね。ちょっとねカメラで撮るのは難しいんですよね。青い海、青い山、まあ無邪気に道はですね、自然とですね登ったり下ったりとかするわけですね。ねえ、なんかね入り江がたくさんあるようなそういう海岸線でございます。森は深く、山は深く、潜っていくとひょっとしたら蛇もいそうなね、ハブとかもいるかもしれないですよね。ちょっとわかんないですけどね。まあ真夏はものすごく暑くなると思いますよね。この4月あたりがちょうどいいんじゃないでしょうか。どうなんでしょうかね。綺麗な海ですね。なんか小さい魚が映ってんのかな、ちょっとわかんないな。波の反射かもしれないね。まあなんつうんだろうな、静かでね、それなりに人はいるけど、でもそんなに多くはないようなね、ちょうどいい感じの島
の様子ですね。この島もね、いろんなところにね、ちっちゃい町とかね、家が建っていたりですね、そんな風景を見るのが楽しかったですね。今回はですね、奄美大島に滞在したところの動画を4等分にしてね、まとめて説明をしたいと思います。野々地自転車全国市区市町村旅、旅400から424日目、2020年の4月3日から27日まで、ジャパン輪行編っていうのはですね、東北とね、九州の方まで行っちゃってますからね、ジャパン輪行編というタイトルにして、27周目のシリーズなんだけども、19周目のところも通るということで、19周目シリーズということでお送りしております。今回4動画分の、ね、説明をするんですけど、その前どこまで来たかっていうとですね、トカラ列島から船に乗って奄美大島のね、奄美まで来て、まあね、このね、タツ号というところも行ったんですけどね、奄美で泊まったんですね。そして安宿で、目覚めまして、次の日ですね、自転車に乗って大和村、そして宇検村っていうところに入って抜けていきましたね。そして、瀬戸内町というところ、コニアっていうところでね、また安宿に泊まったんですね。で、次の日はですね、港まで、まあ、自転車で行って船輪行して、かけろま島に渡ってね、かけろま島で自転車に乗って、夜はまたコニアの方に戻っていくという、そういう内容になっております。今回の日程では全部初めて行くところですね、自転車旅で。コニアはね、昔ね、車で来たことがある、レンタカーのね、旅で来たことがあると思います、確かね。で、全体的には旅は424日目までになります。外国で自転車旅は普通、一応に2カ国ということになっております。44、日本の国内の都道府県の数、訪問した数ですね、これまで訪問した市区町村の数は1164個になっております。今回は鹿児島県内のみになっております。鹿児島県内で今回の日程で初めて行ったのは大和村、そして宇検村、そして瀬戸内町ですね。全部で11カ所鹿児島県行っております。そして、位置関係ね、のの字を描きながら、ぐるぐるぐる自転車旅をしていまして、東京都世田谷をスタートしてぐるぐるぐる回っております。小笠原もね、番号順に、数字が入っております。で、今数字が入っているのが、26周目、三重県、奈良、京都府、大阪府、兵庫県まで番号が入って、養父市から先が番号が入ってない状態で先を旅をしておるということですね。そして前回の時にトカラ列島の豊島村に行って、船に乗って奄美大島の奄美市で泊まってましたね。で、今回の4動画の中では奄美市からスタートして、大和市、そして宇検村、そして瀬戸内町に行くというね、そういう感じになっております。一応ここはね、57周目のエリアということになっております。